湿気がやだ、脇あずみです。ジメジメしちゃうね、鈴木えりです。梅雨ですから ね困っちゃいますよ。そして久々のスタジオ収録です。はい、前回に引き続 き、なんか今日また前回と違って、あ、バリアがあって、なんかいろいろ囲まれちゃってるんですよね。そう、私たち AT フィールドがそういっぱい周りにそうなんです。いつもと違う雰囲気ですけどもね、今回も楽しんでやっていきましょう。はい、お願いします。それでは行きます。せーの、アズエリR。始まりました、第97回です。レポーターの頭文字は R、はい、ということで、はい、今回はなりきりレポーターをお送りいたします。来ました、このコーナーは一人が架空の人物になりきり、もう一人がその人物に質問をするなどしてレポートします。架空の人物を担当する人はより魅力的な人物を演じきり、レポーターはより魅力的なコメントを引き出すことに全力を尽くしてください、はい、お互いなりきることが重要です。はい、では早速始めていきましょう。いやー、ちょっとこれ瞑想してるんだよな。瞑想してるんですか？難しいんだよこれ。確かにこのコーナーは難しい。いやー、本当に難しい。自分で展開していかなきゃいけないしね、記者もいい質問をしなきゃいけないからね。そうなんですよね。そこが味噌ですよ。じゃあどうします、今回は。じゃあ私行きます。あ、お願いします。よし、梅雨を吹っ飛ばすぞ。あ、期待してます。では早速始めていきましょう。はい、レポーターの脇です。今回はこんな人物にレポートしていきたいと思います。あなたはどんな人ですか？はい、決して、遅刻した時の言い訳が、1000種類ある遅刻評論家です。ジェッス。結構チャラい感じなんですね。あ、褒め言葉ジェッス。 ありがとうございます。遅刻評論家ということはよく遅刻をしていたっていう経験があるんですかね？ジェッスね、バレーよく遅刻チェスしてたから、はい、それが上手くなっちゃったってわけ。ちなみにチェスってどういう意味ですか？チェスはそんなこと聞くやつおらん。チェス初めてチェスそんなこと言う。チェスチェスに意味は特にない。あるチェスよ。あるんですね。あるチェス。でもあんま深く聞かない方がいいということで。チェス、上がりました。チェス、最近のなんか遅刻した時の言い訳っていうのはあったんですか？あーですね、通りすがった一人一人にナンパされたっていう、はい、まあ本当かどうかわかんない話でもまあ、はい、あー私可愛いから、うんうんうん、可愛いから信じちゃうんだよね。女性なんですね。うん、ジェスジェスちなみにその理由を言った時に、その言われましたか、うん、怒られたりはしないんですか？いやもうそれはね、同情されんだよね。かわいそうって。あ、そりゃしょうがないって。あ、結構信じてくれさる方が多いんですね。チェス、もう納得しちゃうわけねみんなね。ちなみに定番な言い訳ってあるんですか？定番はそうだね、まあ、モグラの穴に落ちたとかかな東京で。うん、東京であ、そうなんですね、うん、活発なんだね、モグラって。いや、そんな嘘信じててくださる方が結構心優しいんだな。そうだな。それで乗り切ってきたね、チェス。へー、怒られたことはないんですか？まあ、怒られたって思ってないよね。反省してない。反省とかないですよねなんかこう定番の、あの寝坊しちゃったとか、うんうんうん、電車に乗り遅れちゃったとか、そういうのはつかないんですか？ん？何？あの定番の寝坊したから遅刻しちゃったとか、うんうん、そういう嘘はつかないんですか？まあそんなつまんない嘘はつかないですよね。じゃあもう自分の中でいろいろ考えて、これだったらこうユニークだなっていうの。そうですね、やっぱハードルがあるんだよね、まあ、自分の中に。うん、ちなみに今までで一番これはないだろうっていう言い訳はありますか？これはないだろう、アリエンチェスのやつ。アリエンチェスのやつお願いします
そうね、隕石落ちてきた的な、これ口をついて出ちゃったけど、あ、まあ、ないわってなったね。それはアリエンチェスですね。なったね、ニュースなってないから。まあ、確かにそうですよね、うん、嘘バレたね。絶対バレますよね。バレちゃった。なんか規模が大きいのはいかん。いや本当にそう思います、うん、そうっす、うん、今日遅刻してきた理由は、あれよ、あ、はい、あれよ、あれよ、ちょっと寄り道してつあの、おばあちゃんが病気なん、あ、病気なんす。あ、そうなんです、ね、ちょっと薬とかいろいろ、はい、うん、わかりました。ちょっとこれ以上聞くのはやめておきます、うん、はい、ということで以上レポーター脇がお送りいたしました。はい、はい、こちらは誰がくださったんですか。はい、こちらはアゼリネームマーさんからの、マーさん、架空の人物いただきました。ありがとうございます。チェスチェス、いいな、便利な言葉だな。むずいな、難しいんですよ。いやー、これでも膨らましていけば、いや、ちゃんとちょっと考えてきたかったな、1000個。1000個もっと練りたかった。大変ですよ、1000個考えるのは。わー、ちょっとね、でも、すごいいいお題すぎて、はい、1回で終わるのもったいないぐらいの、確かに、そうですよね。感じだったんだけど。1000個なんて無限にありますもんね、理由が。いや、強いよね、こういう人は。ね、はい。じゃあ続いて私が。行きますか？行きますかね。はい。はい。じゃあ、どんなテンションで記者していけばいいかな？今回は。あ、全然なんかもう、可愛らしいエリさんっぽい感じでいいですよ。あ、わかりました。はい。はーい。じゃあ、行きまーす。はい。レポーターの鈴木エリです。今回は、あなた誰ですか？私は、売れっ子絵描き歌作家です。わー、知ってます。 ありがとうございます。有名ですよね。そうなんです、結構最近巷で人気なんですよ。ありがとうございます。ちょっとお願いしてもいいですか。あ、絵描き歌ですか。はいはい。ちなみに誰描きましょうか。そうだな、じゃあ脇あずみでお願いします。脇あずみですか。はい、わかりました。じゃあこれを聞いているリスナーの皆さんも一緒に書いていきましょう。やった、やりましたよ。では行きますよ。はい。丸書いて。丸書いて。大きい丸。ハチノリが一つ。ハチノリ。ハチノリが一つ。ハチの形のノリ。黒豆二つ。黒豆、和風だね。に毛が生えて。毛が生えた豆に。真ん中になんか丸いの。なんだろう。その下にも黒豆が二つ。花の穴。黒豆一つ。黒豆また来た。全体にもじゃもじゃもじゃっと、はい、完成。うわー、何ですか。すごい、脇さんですかこれ。黒豆二つ忘れてました。下黒豆に二つほくろ。ほくろだ、ほんとだ。あ、向きが逆でした。ほんとだ、自分の左にある。ちょっとほくろの位置把握できてなくて。こっちにも書いたらいいじゃないですか。そうですね、はい。黒豆こんな感じですかね。いっぱい口についてる。はい、すごいですね。生で初めて見まして感動しました。 ありがとうございます。なんか言っていただければいくらでも書けます。そうなんですか。はい、すごい。これ後で著作権とかあると思うんですけど、 あのネットとかに上げて大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。やった、優しいですね。はい、ぜひぜひ。多分聞いてくださった方は今一緒に書けたんじゃないかなと思うので、ぜひこの歌は覚えておいてほしいですね。わあ、覚えますね。すごい。なんか一番、うん、今考えたってわけじゃなくて、はい、もともとあった絵描き歌、もともとあった絵描き歌はあります。また別に、あ、これは今考えた即興ですね。はい、あ、じゃあ持ってる定番のやつがあるってことですか。 あります。じゃあ見せてください、それ。いいですか。ぜひぜひ。じゃあ書かせていただきます。嬉しい。定番のやつですよね。定番のやつですよね。わかりました、いきますよ。はい。黒豆が一つありました。黒豆のなんかお尻の方がちょっと三角になってる。なんだろう。
塗りつぶす。あ、塗りつぶしちゃった。お花かな。なんか真ん中に三角がある。なんかって多いな。その下にちょんちょんってなんかが三角がなんかがある。ちょんちょん、わーいっていうのもあって、まあね、これは輪郭？角度が90度と思ったらまた90度。難しいな。三角の帽子をかぶせます。ギザギザ髪がありまして、なんかできてきた。右目にお星かな、はあ、と思ったら、はあ、ゴージャスさん。ゴージャスさんだ。これそっくりです。そっくりですよね。これね、はい、ゴージャスさんの顔どんなだっけなって思っても、今の歌をぜひ思い出していただければすぐゴージャスさんが出来上がります。すごいです。ぜひ皆さんも試してみてください。 ありがとうございます。これでいつでもゴージャスさん描きます、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。あ、ということで以上、お絵描き歌の人でした。はい、こちらのお絵描き歌の人はパンダココアさんから送っていただきました。すげえ、ありがとうございます。うまいな。すごいね、ゴージャスさん。結構うまい気が。ゴージャスさんうまい。ゴージャスさんはうまい。でもちょっとあきちゃんのお絵描き歌もすごい誰って感じの、あのすごい地味にツボったのは、はい、ハチノリって初めて聞いたんですけど、なんかね、漢字の蜂っぽい、蜂、はい、蜂って書いたようなあの糊みたいな眉毛のことですね。で黒い丸全部黒豆だし、絵描き歌って多分そういうのじゃないよね。あ、そういうのじゃないよ。黒豆どれだっけってなっちゃうから。そっか、違う、思ってたのと違うな。すごいわ、絵描き歌作れる人すごいですね。いや、持ってるな。うん、はい、今回も面白い案がたくさんありました。皆さん本当にありがとうございました。以上、なりきりレポーターでした。番組ではメールを募集中です。メールアドレスはあずえり @secondshot.jp、 あずえり @secondshot.jp、 ふつおた含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして大事なお知らせ、今週分のあずえり R は水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開、うん、さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやアゼリアル特別編、木戸あかりのスマイリーポップとのコラボイベント夜の部が聞き放題見放題、皆様会員登録をよろしくお願いします。そしてなんと来週の火曜水曜はアゼリアル初の動画にてお届けいたします。うわー、やった。火曜日はエリさんお誕生日会、わ、水曜日はアゼリアル放送第100回です。ぜひ皆様ご覧ください。めちゃめちゃおめでたい週だね。ほんと、やった、ずっと言い続けてたのが。そうですよ、動画初めて。いや、嬉しい、エリさんのお誕生日。なんか食べれんのかな、え、何があるんだろう。楽しみですね。楽しみだな。はい、ということで今回はここまでになります。お相手は脇あずみと鈴木エリでした。バイバーイ。